セントヘレンズ RFC はイングランドセントヘレンズのプロラグビーリーグクラブである。ヨーロッパにおけるラグビーリーグの最上位リーグであるスーパーリーグでプレーしている。1873年創設。北部ラグビーフットボール連合の22の創設クラブの一つであり、これまでの14回のリーグ優勝を果たしている。 チャレンジカップの優勝回数は歴代3位の12回で決勝には21回進出した。スーパーリーグの創設メンバーであり、1996年のリーグ開始以来一度も降格していない4チームの一つである。1961年からクラブのホームカラーは白で、ジャージには赤い V の字が描かれている。ホームスタジアムはトータリーウィキッドスタジアム。 2012年にノーズリーロードから移転した。ウィガンとのダービー戦の前のブーツスーパーリーグ時代に入って参加チームはマスコットと相性を採用してきた。当初セントヘレンズのマスコットはセントバーナード犬のバーナードとバーナデットだった。マスコットたちはフィールド上でのユーモラスな悪ふざけで結婚したカップルの何かを描写した。しかしながら2009年、 マスコットがブーツとバーナードに変更された。これらはそれぞれ幸せ及び怒っているオスのキャラクターである。バーナードはブーツほどは多く登場しない。ブーツはクラブのためにより子供に優しい印象であるのに対してバーナードはクラブのマスコットの役割の真剣さを保っている。ありがとうございます。